ちょっと。ゆうこ、朝ごはんできたわよ。早くおいてらっしゃい。朝ごはんは？いらない！時間がないの！と思ったけど。少しつまもった。まずい！バイバイワンちゃん、またね。変な天気。さっきまでは晴れていたのに。そういえば、昨日はあの夢見なかったな。遠くから誰かに呼ばれる夢って、何の象徴なんだろう。あれ？もう止んでる。本当に変な天気。雨宿りのついでに居眠り？レイコ、あなたこそ傘なんかさして、雨はもう止んだわよ。いいのよ。どうせまたすぐ降るんだもの。そっか。あなたもう少しそこで雨宿りしていた方がいいかもね。うちへは帰れないでしょうけど。少なくとも雨には濡れなくて済むわ。あなたこそ早く家へ帰ったら？大体こんな方向違いのところになぜいるのよ。挨拶に来たのよ。お別れのね。ちょっと遠くへ行かなきゃならないの。もっとも、あなたとはどっかでばったり出会うことになるかもしれないけど。何を言っているの？何のこと？そのうちわかるわ。じゃあね、さようなら。あなたの無事を祈ってるわ。何よ、変な人。わけのわからないことばかり言って。え、地震？これを受け取りなさい。
Thank you.
のお方もお人が悪い。こんな小娘相手にわざわざこのガイーダを呼び出されるとは。いや、来ないで。あのお方の命令は絶対だ。お前にはここで死んでもらおう。何が起こったの？夢？そうよ、私悪い夢を見ているんだわ。きっとそうよ、そうに決まってる。無限界へようこそ、優子。え？バリスの戦士。その声、私を呼んでいたのはあなただったの？そうです、私の名はバリア。そしてここは無限界という、あなた方の住んでいる世界とは別の時空です。一体何のことなの？わからないわ。ねえ、これは夢でしょ？お願い、夢だと言って。突然の出来事で全てがあなたの理解を超えていることでしょう。でもこれは夢ではないのです。どうか落ち着いて、これから私の言うことをよく聞いてください。このところあなたたちの住む現実界では戦争などの暗い出来事が多く起こっていませんか？それは全て人の心の暗に作用するベカンタという力のせいなのです。ベカンタ？そうです。そしてその力を操っているのは、こことは別の時空、暗黒界を司る邪悪な王、ロブレス。ロブレス？ロブレスは冥の力の源をファンタズムジュエリーという宝石の中に閉じ込め、いくつかに砕き、配下の暗黒御邪神と呼ばれる者たちに守らせています。ロブレスを倒すためにはバラバラになったファンタズムジュエリーを一つにし、冥の力を解放しなくてはなりません。そのためにはどうしても戦士の力が必要なのです。私に戦士になれっていうの？そんな勝手すぎるわ。もはや時間がありません。暗黒界ではすでに戦士が誕生しました。これ以上の問答はあなたの中のベカンタを増殖させるだけ。この先は手に入れたファンタズムジュエリーがあなたを助けてくれるはずです。このまま行ってください、ユウコ。そんな、ひどい。
私の初めての、どうもありがとう。ログレスか。ユウコ、バルナに会いなさい。レイコの声。ベカンティンに何か起こったの？急ぎなさい。時間がない。奴はたった一人でログレス王を倒した。バリスの剣を持った奴は女ではない。巨人だと思え。おそらく我らの力をもってしても奴を倒すことはできまい。しかしバリスの剣を奪うことだけは。来る。
レス十二将軍の一人、赤刀竜のザルーガ。バリスの戦士よ、お相手しよう。なぜリアリティの世界に来た？貴様の剣が必要なのだ。ユウコ、ベカンティの人たちを救って。ユウコはそれができる唯一の人。どういう意味？あなたがどうしてここに？私はいつもお前のそばにいる。ベカンティに何が起こったの？ベカンティは戦乱になり、地獄と化し、大勢の人々が苦しんでいる。戦乱？ログレス王が優子に殺されて、王を喪失したベカンティはログレス王と反ログレス軍に分かれて戦争が始まった。そのログレス軍がなぜ私のバリアの剣を？反ログレス軍が皇帝メガスを次元の隙間から復活させた。メガスは反ログレス軍をまとめ、メガス軍として率いた。メガスの圧倒的力にログレス軍は敗戦が続いた。最後の策としてログレス軍はバリスの剣の力を求めた。メガスとは何者？メガスはベカンティの正統王位継承者だった男、そしてログレス王の兄。兄？兄さん、それがなぜ？レイコ、早くバリアのところに行きなさい。その昔、魔界、人間界、無限界が争いを続けていた時、神が一人の巨人を三界に落とした。巨人はその巨大な力で三界を破壊し始めた。三界の王は戦いをやめ、協力し、選んだ二人の勇者を巨人に向かわせた。勇者たちは見事巨人を倒し、三界の平和は守られた。その時、勇者が持っていた剣の一つがバリスの剣、そしてもう一つがレーザスの剣。ルシアよ、あとどれくらいで魔界は滅亡するのか？あの都市で全て悪空間に消えてしまうでしょう。人間界か無限界のどちらかに移るしかないだろう。他に手があるからだ。グラメスよ、魔界のものすべてが人間界か無限界に行けば必ずや争いになる。ラダよ、
生物の進化は強者が弱者を踏み台にしてここまで来た。だったら神の意志じゃねえのかい。グラムス、どんな生き物もいずれ死ぬ。魔界もそれにしかり。話になんねえな。ここまでだ。魔界は俺が仕切る。反対する者はいるか。反対はいねえようだな。レイ。はい。人間界と無限界で俺たちに立ち向かえるのはロングレスとメガスを倒した女だけだ。バリスの剣を持つ優子ですね。その女のことを知りたい。死の国からロングレスを呼び戻せ。何かの役に立つだろう。俺の剣もバリスの剣のことが気がかりだという。シャム様、ラダ様がグラメスの陰謀でお亡くなりになりました。父上が。ラダ様より伝言を受けております。人間界に生きバリスの剣の真の力を解放しろと。シャム様、グラメスの軍が間もなくここにも攻めてまいります。早く人間界へお急ぎください。我々の戦いは魔界に住む全ての者たちの命を守る正義の戦いだ。まずは無限界を我々のものにする。お前たちの命を俺にくれ。おお。こいつがバリスの戦士。
少派手な挨拶だが気に入っていただけたかな、バリスの戦士。なぜあんなこと。己の剣に聞くがよい。それで私のバリスの剣を。どうしてもその剣の力が欲しかったんです。魔界の伝説に二人の勇者が出てきます。その時勇者の一人が持っていたのが今あなたの持つバリスの剣、そしてもう一つがレーザスの剣です。レーザスの剣は今グラメスが持っています。グラメスとは何者。今や魔界の王です。グラメスは魔界の者たちが人間界と無限界に移り住むことを言い出しました。そんなことをすれば無限界と人間界に住む者はどうなるの。グラメスは全て殺すつもりです。今頃無限界はグラメス軍によって崩壊しているでしょう。